おいおい、やめろ。もう行かれてくれよ。なあ、せっかく助かりました。怪我ないですか？大丈夫です、ありがとうございます。あ、何か食べたいものないですか？え、ご馳走します。一緒に食事がしたくて。お気持ちだけで十分です。あ、お願いします。あ、怪しいものではないですね。笹健太郎と申します。あ、じゃあスクラッチもう一枚買うんで、当たったら一緒に食事してください。お願いします。ある日、世界が受け入れを決めたのは他の惑星から来た難民 X。 真相を問い詰めたいです。スクープのために近づいた謎に包まれた女性。ケンさんはどう思ってるの？私が X でも好きになった？あなたは隣にいる人の本当の姿を知っていますか？隣人 X 疑惑の彼女。